島都市デュアル。芦屋で起業しました。シェアハウスの運営をしています。芦屋はおしゃれなカフェや美味しいパン屋さんが多いし、子育てもしやすいです。最高のクオリティを求めるハイカルチャーの人たちと、新しく移住してきたサブカルチャーの人たちが入り混じって、今芦屋で面白い動きが出てきています。保育士経験を生かしながら、子どもたちがその子らしく育てる環境をプロデュースしています。パートナーに出会い、神戸によく来るようになりました。海と山の絶妙な距離感と、この地域の人と温かさに触れてハマってしまって、会社も暮らしも神戸に移すことにしました。休日は海や山に行ってのんびり過ごしたり、淡路に行ってディープな田舎暮らしを満喫しています。淡路に住み、神戸の会社に勤めています。移住したきっかけは、たまたま知り合いに淡路の人がいて、その人から勧められて遊びに行くようになって、すっかりファンになりました。そんな時にちょうど神戸転勤になり、淡路に来ちゃいました。とにかく淡路の食がすごいんです。すぐ目の前の海で獲れた魚をそのまま魚屋さんですぐ買えたり、野菜も直接農家さんからもらえたりします。朝通勤バスで渡る明石海峡大橋は最高です。もともと造園業やってまして、それでずっと広い敷地で一生かけて作る自分の庭を作りたかったんですね。それで海もあって山もあって、気候も温暖な淡路島で探そうと思って、ようやく見つけたのがここでした。植物を相手に仕事をしているので、決まった祝日はありません。でも家族と一緒にゆったりとした仕事の中でやれているので、全く苦にはなってないです。月に数回は奥さんと神戸に買い物に行ってます。それもまた気分転換になったりしてます。自然の中で暮らしながら、ちょっと足を運べば神戸の都会が味わえる、とても贅沢な暮らしだと思います。島の自然と都市の文化のいいとこ取り暮らしへ、島都市デュアル暮らし体験ツアースタート。